セクシーショットやっておりますけど、大人っぽくなってますね、はい、ジョディ、あ、す、好きなのかな、メールは読んでくれたかな、このパートおもろい、そう、じゃこのパートまでしとこうかな、いや、最近 PC の調子が悪くてぶち壊してるね、メールの内容はディナーだ、今夜おしゃれなレストランで、あー、ちょっと次の男来ちゃった、もう遅いし、また今度、ねえ、あの、それじゃうちでディナーしようよ、オッケー、意外とこの子に肉食女子だよね、このパート乙女系だぞ、え、ライアンとときめき メモリアルガールズサイド、もうモテモテで困っちゃう、おばあちゃん言い寄られちゃってね、次から次へ、だから PC を吹き飛ばしたの、え、おばあちゃんが会わせたくないから嫉妬してんだね、おばあちゃんがだって会いたいもんね、ライアンとね、え、あんたには関係ない、エイデン、あんたにも関係ないよね、ライアンが好きなのはおばあちゃんなんだから、この特殊能力がライアンは興味があるんだから、あんたみたいなね小娘にね興味ないんだよ、何言って、あんたみたいなね、私はあんたのじゃあ、あんたおばあちゃんこそあんた あの道具じゃないんだよ、おばあちゃんになってそのそことね、こっちだってもうほっといてほしいね、決別だよあんたとは、もうね、分かった分かったよ、これがね恋のライバルになった女の争いですよ、今まで友達仲良くやってきたのにね、男が絡むと女ってこうなりますから、